珠洲市の子どもたちが使っていたランドセルを海外に寄付することになり、飯田小学校で発送に向けた準備が行われました。珠洲市でギフトショップを営む今井真紀子さん。地震でさまざまな支援を受け、自分にできる社会貢献は何か改めて考えるようになりました。そこで教育環境が十分に整っていない国にランドセルを送ることを思いつき、市内からおよそ30個のランドセルが寄せられました。最初は卒業式の後にそのまま段ボールに梱包して発送するつもりだったんですが、地震もあって保護者の方の余裕もなかったもので、一度は頓挫したんですね。地震を通してたくさんの方に支援をしていただきましたので、今度は私たちが恩返しをしていかなきゃいけないなという思いでまた実行することにしました。今日は飯田小学校で発送に向けた準備が行われました。趣旨に賛同した卒業生も集まり、作業に協力していました。支援は本当に助かったし、支援があったから多分ここまで来れたんで、今度は僕たちが少しでも恩返しできればなって思います。やっぱり思い出をも一緒に送って、その勉強を楽しんでもらいたいです。ランドセルはボランティア団体を通じて海外に寄付されます。